皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS ファン、特にアーミーにとって幸せなはずだった日が、驚くべき論争へと発展しました。J. ホープが兵役を終えたこの瞬間は多くの人々に期待されていましたが、その興奮はアーミーの一部を怒らせる出来事によって中断されました。J. ホープの除隊当日、 メディアや世間の注目は BTS メンバーに集中していましたが、V、キム・テヒョンの不在がファンの間で波紋を広げました。特に物議を醸したのは、V が欠席の理由を日本語で述べたとされる発言です。日本のメディアとの短いインタビューで、V は個人的な理由で除隊式に出席できなかったと報じられました。この発言が日本語で行われたため、文脈が理解しづらく、 海外のファンの間で混乱が広がりました。V の不在について様々な憶測が飛び交い、アーミーはなぜ彼が出席しなかったのか疑問を抱きました。ソーシャルメディア上では、ハッシュタグ V の不在や、シャープ V の言葉といったハッシュタグがトレンド入りし、アーミーの間で議論が活発化しました。一部のファンは、V がソロプロジェクトに専念しているため忙しく、 出席できなかったのではないかと推測しましたが、J−HOPE の除隊という大切な瞬間に V がいなかったことを残念に思う声も多くありました。BTS の所属事務所である HYBE は、V が変更できない仕事のスケジュールにより出席できなかったと短い声明を発表しました。しかし、この説明は具体性に欠けると感じたファンも多く、アーミーの不満は解消されていません。 一部のファンは、V が自ら説明してくれることを望んでいます。J.HOPE 自身は、その場にいた BTS メンバーとファンから受けたサポートに感謝の意を示しました。彼はインタビューで、兵役中に支えてくれたすべての人々に感謝し、出席できなかったメンバーについても理解を示しました。どこにいても私たちはお互いをサポートし合う。それが最も大切なことだと語り、 ファンの間で高まる緊張を和らげました。V の不在についての憶測は続いていますが、この状況は BTS が非常に緊密である一方彼らが個々の人生と責任を持った存在であることを再認識させました。ファンは将来的にはこのような状況がよりオープンなコミュニケーションで解決され、誤解が生じないことを期待しています。皆さん、今日の動画は以上です。 ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。